ちゃんなしほとりんにです。はい、というわけで今回はね、何ですか、うん、はい、ですね、明日から3月2日から、はいはい、3月15日までですね、学校がね、臨時休業ということでお休みになりました。まあ、全国でね、お休みになった学校も多いんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、しほりみのね、通う学校の方も、もちろん。でもね、当初はね、春休みまでお休みかなと思ってたんですけど、はいはい、15日までということで、ね、なんとかね、卒業式は今のところ、ありそうですね。はい、ある予定です。うん、このね、私たちが住んでる市内に、コロナが出ちゃった場合とか、ああまあね、この先はまだどうなるかわからないけど、ね、あくまでも予定です。予定だから、もしそうなっちゃったらもうずっと休みになっちゃうと思いますね。その辺はね、延長する場合がありますってちゃんと書いてあるし、それはまだわかんないけど、今の時点ではこういう予定です。そうなんです。ただ卒業式もだいぶ縮小されて、当初ね、しほちゃんの4年生も在校生として参列するはずだったんだけど、はい、卒業生と保護者のみの予定かな。でもうちの学校は保護者も一応参加できるようになってるみたいで、他の学校はね、なんか卒業生だけでやったりとかも多いみたいなんで、まあ一応うちの市ではまだ発表されてないだけかもしれないけど、陽性の人がまだ出てないっていうのもあるのかもしれないですね。そうですね、うん、まあ県でいうといっぱいいるけど、まあ、千葉ね、うん、千葉県っていうと、でもうちのこのね、周りの近くの、まあ、市をはじめ近隣の市町村では今のところ、まあ、発表はされてないということで、はい、かなということですね。はい、はい、でそれに伴ってやはり習い事も連絡がありまして、休み、やはりその学校の休校に合わせてお休みになってしまいました。次回のダンスは3月17日になります。それまでずっとね、お休みです。2週間ぐらい休み。そうだね、ちょうど学校も2週間ぐらい休みで、で、まあ、臨時休業中の、まあ、学習生活について、これを機にね、しほちゃんとりみちゃんに、まあ、動画回してるけど分かってない部分もあると思うので、もうりみやってるんだけど、りみちゃん聞いてよ。分かった、大事なことを話すからね、これから。そうだよ。いい？多分先生とかあんまりのすごいね、もうその日1日で終わりになっちゃったから、詳しい説明とか先生たちもできなかったんじゃないかなと思うんですよ。りみちゃんあんま分かってないでしょ。私めっちゃ分かってるよ。しほちゃんの学年ぐらいになると分かるけど、りみちゃんはなんかあんまり分かってなさそうな感じで、先生もあんまり言ってなかったんでしょ。うちめちゃ言ってたよ。うん、だからちょっとね、まあ確認を込めて今言いたいと思います。校長で校長先生言ってた放送で言ってくれたんだ。悲しいお知らせがあります。言ってたとか言ってた。みんなね、泣きそうになったって言ってた。そうだよね、みんな喜んでたのに私だけずっと悲しい顔だった。そうだよね、喜びたい人もいるし、やっぱってなっちゃう人もいる。一人にね、元気出しなおしんちゃんって言われて、うん、それで元気が出た。お友達に励ましてもらったのね。しょうちゃん落ち込んでたんだ。悲しいお知らせがあった。どんどんそっか。はい、じゃあね、いいですか。はい、一応ね、うちのところから来てるとこでは、はいはい、学習面、お勉強ですね。お勉強については、午前中はね、原則として学習をしてくださいということです。はい、お勉強してくださいということです。はい、その、まあ、学習どんなことすればいいのっていう面では、まあ、教科書を読んだり、教科書の内容をまとめたり、あと漢字と計算の練習、あと読書で、もちろん一緒です。全校生徒に対象です。で、鍵盤ハーモニカ、リコーダーの練習。意味リコーダー持ってない。さっきしーちゃんが言ってたドリル、はい、あとお手伝い等、うん、そう、あと洗濯干し、洗い物、お風呂掃除とかのお手伝いをしてくださいってちゃんと具体的に書いてくれてます。で、お風呂掃除はしょうちゃんいつも、まあ、いつもじゃないけど、やってますよ。たまにやってますね。1週間に3回やってる。はい。で、洗濯物の、畳んだ後の片付けるのを最近お手伝いしてもらってます、りみちゃんとかにね。うん。はい。
で、ですね、畳んでないけど、入れるのね。そう、ハンガーにかけて、まあ、こうかけたりするのもお手伝いに入りますもんね。で、まあ、学習面ではこんな感じです。あと、それとは別に、なんだっけ、こういうなんか、ちょっと今名前がこうあるんだけど、テスト。当初3学期のその3月に結構テストをやるんですけど、そのテストができなかったので、あるんですよ、めっちゃいっぱい来てますね。何枚？それ名前書いてある？3月ってね、あの3月ってまとめじゃん、1年の。だからまとめテストがめちゃめちゃあって、11枚なくて11枚、これ合わせて12枚じゃない？これ名前書いてあるの？え、これ合わせて、これ名前書いてない？ない。ちょっとチラッとだけ見せてもいい？リミちゃんなんかね、もうね、こんな自分で手作りファイルみたいなの紙で作っちゃって、ここにいっぱいびっしりやらなきゃいけないテストが入ってます。最初だい。こんな感じでね、よく皆さんちょっと見たことあるんじゃないかと思う。懐かしいっていう人もいるかもしれないですね。こういう、何？あるよね、こういうテストです。220。こういうの。160時間。いいな。そうか。ね、2年生のなのでちょっと簡単じゃんって思うかもしれないですけど、2年生の時は皆さんもやってたと思いますので。これ練習もあるんだよ。こんな感じ、国語だとこんな感じ、こういうねテスト、こんなのやります。ここだけやった。こんな感じ。ことがいきなりだったからめっちゃ。こういうテストが11枚あるそうです。これをやらなきゃいけない。しょうちゃんもあるのかな、テスト、こういうテスト同じように。うん、それしおちゃんも8枚ぐらいあるそうです。8枚だったよね、しおちゃんね。うん、8枚。はい、そんな感じです。はい、じゃあ次、生活面いいですか？はい、今のは学習面です。生活面は、冬、あ、ごめんなさい、不急不要の外出は避ける。これはね、当たり前ですね。何のために学校休みになったのかということを、ね、考えましょうと。で、まあやっぱ人が多いところへは行かないように自粛してくださいってことです。で、計画的に学習に取り組んだり、家事を手伝ったり、できるだけね、規則正しい生活をしましょう。しほちゃん気をつけてください。しほちゃん昨日何時に寝ましたか？12時、1時、その間12時半ぐらい。12時半ぐらい。で、今朝何時に起きましたか？11時半ぐらい。もう本当これはやばい、やばい生活の代表でございます。明日からこういうことがないようにしたいと思います。リミね、あのね、10時ね20分ぐらい、でそれでも遅いけどね、もう昼だもん。うん、はい、じゃあ次です。ゲーム、リミちゃん、リミちゃん、スマホやインターネット等について長時間の使用や不適切な使い方にならないようにルールを、ね、決めて勝手に話してください。リミね、今日ね1時間したよ。そう、でもね、途中でママにね怒られてね、お手伝いしようって言ってね、洗濯物ね片付けたりしたんだよね。宿題ね終わらせないとね、設置できない。そう、ママの部屋には募集しました。全部しほちゃんの漫画本とりみちゃんのスイッチを今ママの部屋に置いてあります。そう、鬼滅の漫画とかね、全部私が持ってる漫画本、全部じゃない、1日決めた分をちゃんと終わらせれば。え、何個？それは後で決めよう、今動画だからちょっと後で決めようね。3個。はい、ということで、だってしほちゃん昨日の夜中の12時過ぎまでずっと漫画読んでて、で今朝もご飯食べ終わったら11時半に起きてたよ。11時半に起きたにもかかわらず、ご飯食べた後2階で何してるかと思った漫画読んでたんですよ。これは没収です。もう決定でございます。着替えて片付けして、いや、もう言い訳でございます。ねえねえ、ママリミ偉いでしょ。だってさ、起きたらすぐに宿題ね。あ、リミね、そう、リミはちゃんと起きたらすぐね宿題してたんですよ、ママに言われる。それでね、1個ね終わらせてね、これあと売れてきた。そうだよね。でね、数学、あ、算数か分かんなくてママに聞いてね、大変だったね。はい、次、その他、今後の予定や、あ、これはもういいですね。はい、じゃあ次、もう終わりかな？終わりかな？終わりですね。わかりましたでしょうか？はーい。わかりました。で、なんかでもさ、学校でさ、チェックするのなかったっけ？ん？あった。
とね、太陽のめんどくさいやつ、体温を測る表みたいな、1日に2回ね体温を測ってくださいって言って、朝と夜にね測ってくださいって思ってる、プリントがあって、うん、だるさとか息苦しさとか、うん、その他の症状とかを書かないといけない、めちゃめちゃめんどくさいやつが来ました。目指せ40分なんて書いた、私の名前書いちゃったから落ちちゃうね、うん、こんな感じですね。こんな感じで毎日体温チェックをしなきゃいけません、朝、うん、夜、ちなみに今日は36度7分でございました。翔ちゃんはちょっといいですか、そしてあと学習のやつは、あ、OKOK、 あと一応なんかしおり、あ、しおりではないんですけど、なんかこういうねプリントで自分がこの日に何を学習したかとかもちゃんと書くようになってますね。ここが空欄だったらもうダメということで、やっぱしっかりね勉強してくださいっていうことですね。え、それ何？意味もあったじゃん、ほらさっきのやつ、ここに勉強何したとか書くやつ、テスト、リミちゃんもありますよ。リミちゃんはちょっとね、あの2年生だからちょっと簡単に漢字とかが少なめで書いてありますね。こんな感じ、リミちゃんもこうやって書きましょうって来てますので、わかりますか、はい、しっかり書かないとダメなんだよ、だから何かしら勉強しないとやっぱりダメなんだ。あ、でも書いてあるも一緒なんだ、キッツ、うん、ただ漢字が書いてないんですよ、キッツからそっか、これ読めないんだけど、そうそうそう、え、キッツから、うん、え、じゃあさあ今日やったの書けないじゃん、そうだよ、え、じゃあテストさ、4枚したらここにテスト、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 うん、まあでも今日やったのは別にもう月曜日に回しちゃってもいいよ、やった、違うよ、ここに項目書くね、こうやってこれでテスト、テスト、テスト、テストだよ、ね、ここになんか、教科を書くの、国語とか、国語でテスト2枚とか書くの、うん、ここにテスト、テスト、テスト、テストって書いたら今日書けないじゃん、わ、うん、かる、わかったね、わかった、わかったね、じゃあ、これは算数だから算数って書いて、算数って書いてテストって書く、 OK、 テスト1枚とか書いておけばいいのかな、はぁはぁはい、ということでございます、はい、はい、じゃあね、今日はまあ普通の日曜日ということで、まあ臨時休業に、あ、臨時休校になってなくても休みだからね、まだいいんですけど、明日からはね、ほんと臨時休校ということでお休みなので、ちょっとね、頑張っていきましょう。あのね、なんでね、月から金曜日しかないかというとね、うん、学校の分の勉強をここでやりなさいだからって。そうそうそう、学校に通えない時の分を、うん、あの1日のうちでちょっと勉強してくださいってこと、特に午前中ね。だからね、土日はね、うん、土日もやってくださいと言われたけど、書かなくていいんだって。だからやんなくてもいいってこと。変なこと妹に教えないでくださいお願いします、はい、ということで今回はね臨時休校について話してみたっていう動画でした、はい、皆さんもね、みちゃん映ってる宿題頑張りましょう一緒に、はい、学生の皆さん頑張りましょうそれではバイバーイ、バイバーイ、よし、やりなさい、はい、じゃあね、なんで自分のやつで